るで曲芸でもするかのごとく危険な動線を通っていかなければならないのです。实际闺房前 AV 女优夏木安里来台定居，被三太子警告，小心台湾男人。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。哎呦，才刚开口，脚控都快受不了了。前 AV 女优夏木安里来台定居，学中文，发音不准，诚意满分。所以最近は成績が良くて。2回連続100点后，右手握长条，左手握两粒芒果七，裹在他手上，看起来就是那么儿戏。朝は必ずフルーツを食べます。早上，早上，芒果。ここで今までにない意外なメニューが登場。こっちに来て日本では絶対食べなかったけど、これがすごく美味しい。何でもつけてるから、水餃子につけて食べてます。从吃的开始，台湾话安利还去拜了三太子。これは私のことを守ってくれるお守りだって言われて、いつもつけるようにと言われていたのですが、持ち歩いてるだけです。台湾の男に気をつけろと言われました。台湾の男の人は私はすごいみんな優しくていい人ですねって話をしたら、そうではない人もたまにいるよって言われたから、きちんと自分の身は自分で守るようにとお言葉をいただきました。痴漢されたことはないけど、まあそういう危険はあるかなっていうのは思いますね。だから台湾に行く女の人に言いたい、電車こっちと一緒と思っちゃダメだよって、危ないですっていう。男の人はみんな手を挙げてます、自分が痴漢って思われないように。でも両方手を挙げてても下半身をなんかこうやってやってくる人がいるから、そういうのも危険だなと思う。最後我们还参观了安里的闺房，没有发现任何玩具，只有发现需要关怀的寂寞女子。いや、枕はいつもなんかこんな感じになってます。こっちが起きた時に必ずやる。日本でもそれなんですけど、寂しいとは思わないけど、日本にいる時は犬がいたんですよ。犬を飼ってたから、ただいまって帰ってきたら犬がいないのが寂しいです。からこの間台湾のペットショップに行って犬を眺めてきました。希望安里早日交到台湾朋友，别一个人寂寞啦。こんな感じ、ちっちゃくなってます。 To our home, to our road, to our world, sweet home.